人生は探検だ、みのチャンネルのみのわです。人生は探検だってなんだって結構言われるような場が出てきまして、私の名前のところにライフエクスプローラーって書いてあるんですね。これただ直訳で人生探検っていう、そういうことで、じゃあその中身は何だっていうと、フリーターお金持ってるフリーターじゃないって、もう本当にはお金があるなし関わらずずーっとチャレンジし続けるっていう、そういうやっぱり探検なんだなっていうことは常々思ってたんで、ライフエクスプローラーってかっこいいなと思って、そういう名前を付けたのを和訳しただけっていうことなんですね。で、今日また撮影一本撮りますけど、今日何でしたっけ。今日はですね、突然なんですけど、カバンの中身を見せてください。カバンカバン、カバンの中身、はい、日常使ってるカバン。 OK、 ちょっと持ってきます。ありがとうございます。ちょっと持ってきた。ありがとうございます。カバンって何のカバンか今指定がなかったんで、はい、ちょっと持ってきた。せっかくだから、まあ実は言うと日常使ってるカバンっていうのは、まあ、携帯入れたり財布入れたりするカバンのことを言ってるんだと思うので、はい、それを持ってきましたが、せっかくなんで、じゃあちょっとエルメスを持ってきました。で、これは2泊3日ぐらいで旅行する時のエルメス。オーダープロアって言うんだけど、かっこいい、かわいい、かわいいですね。これ色かわいいよね。はい。もう、なんかこれね、エルメス全般的に言えるんだけど、全部革だから重いのよ。ああ。重くて、疲れちゃうのね。だからこれ、革じゃないの買ったの。ちょっと後で少しこの生地感、なんか朝っぽい、若干軽いので、オーダープロアでも男、バーキンは男がちょっとかっこ悪いから変だなと思って、うんうん、最近バーキン持ってるやつ見つけるんだけど、でもちょっとオーダープロアって縦のが長いのね、はい、だからちょっとこれオーダープロアだったら男持てるかなと思って、昔からもうこれ何年使ってるんだろうな、15年ぐらい使ってるかな。あ、そうなんですね。そう、これ旅行用バッグで、今最近出番がないんだけど、これはあのこれもエルメス。これはなんとパリのエルメスで買いました。これも買ったのは15年前、20年前だから、すごい安かった。今倍してるんじゃないのかな、これ。それ日本では20年前のものってなんか全然思えない。思えないよね、はい、使ってないから。うわ、使いにくいんだよ。後でね、説明する。エルメスは使いにくいのだからこれはあまり改変しない、ずっと持ち歩くアクセサリーとして使う時を、こういう色のファッションだとか靴だとかっていうのを合わせる時に使うの。サクワ・デペッシュっていう、こうそういう名前の、そういう時用のこれ、まあ、カバンです。この手 のいわゆる仕事用カバンと言われるのはまだいくつかいっぱいあるんですけど、まあ、いつか紹介します。で、じゃあ日常何使ってるのって言うと、これじゃん。これエルメス、全エルメスですね。せっかくだからちょっと全エルメス持ってきたんだけど、はい、そんな感じでこう仕事もスーツの時も、ジャケットの時も、こんな感じの格好の時も、なんかこれあるでしょ、全部に使えるっていう。全部使える。うわぁ。そんな楽っていう。まあ、このカバンを紹介したんじゃなくて、多分、中身が知りたいんだと。はい。中身見せてください。ですよね。そうですよね。と思うんですよ。さっき言ったように、エルメスってすごい使いにくくて、バーキン持ってる方は、みんな実は言うと、これね、ちょっと見ててね、これ。本当の締め方って、ここで締めの、はい、これをここに差しの、バーキンも一緒ね。はい。ケリーも一緒で、これギューってこれ引っ張っての、でここに入れの、回しの、鍵つけのあ、結構工程があるんですね。工程あるでしょ、はい、これバーキンもそうなので、これでさ、じゃあ買い物、いや、キヨスク行って、キヨスク行かれるコンビニ行って、コンビニ行ってさ、じゃあちょっといくらですみたいな、なんか、ちょっと待ってくださいねって、こんなんパチパチやってらんないじゃん、はい、開けてらんないじゃない、そんな時間ないじゃない。だからバーキン持ってる方は、ほとんどの方は実は言うとこれ折り込んでるのね。これこうやって折り込んじゃったよ、それで使ってんのか。もうこうやって開けっぱなしっていう、はい、
そういう使い方だ。これもあのジプシエール、これは紹介忘れた、ジプシエールっていうカバンで、これもパリで買いました。これもあの実を言うと使いにくいんで、エルメスは重い、使いにくいんで、こうやって折り込んで、だから外国じゃ使えないスリがあるから、日本はスリがないんでね、使えるかなっていう感じですけど、まあこう折り込んでピッピッと出すっていう感じにするしかない感じですね。何が入ってるんですか。はい、中身、まずじゃん、財布、これどこかで紹介します。ああ、紹介しました。はい、エルメスのベアンです。はい。このカバンより全然高い。なんでこれ違うの？で、まあ普通に携帯があって、名刺入れ。はあ。これどこにとか知ってる？わかんないよね。はい。ああ。実を言うと、これ見た瞬間でわかる人は結構多いと思うんですけど、これもエルメス。ちゃんと見ないとわかんなかったです。これもエルメス。エルメスだけど、これは柔らかい革だからいいんだけどね。こっちのはもう硬いんだよね。で、私、普段はメガネして行動してるんですけど、うん、まあ、これはメガネ、グラサン。ドツキ、ドツキのグラサン。眩しい時用の。ドツキ用のグラサン。いやこれはほら、もうね。YouTuber とか絶対に持っておかなければいけないものですね。はい、で、これは BOSE のワイヤレスイヤーというやつですね。はい、まあ、これはでかすぎて重すぎてあんまり良くないかも。もっと小さいのでいいなって感じてます。これあの充電器は携帯の、はい、これもみんな持って持ち歩いてんだろうな、多分。これ、ミーンと長いでしょ。3メートルに今度買おうと思ってて、はい、やっぱりコンセントまで遠いところって結構ありますね。あって、アップルからついてくるような普通の長さだと届かないっていうケースが多いので、はい、やっぱりこの手のものは、あの長めのものがいいなっていうすごい感じてる。あとは、じゃん、これ。ハンカチ、当たり前のハンカチですが、見えますか？ああ、書いてますね、ここにもね。これもエルメスって書いてあるんですけど、これは実を言うと20年選手なんですよ、ハンカチ。このハンカチはパリで買いましたけど、なんでパリで買ったかっていうと、何千円という安い値段だから。これ今わかんない、今検索してみ、これ絶対1万以上で売ってるから、ハンカチ1万、はい、エルメスは。でもこれ数千円で買えてたんで、黄色とか、白とか青とかって何色か買った覚えがあって、はい、昔お安かったんですね。これはあのこういうのも興味あるのかな。これ何ですか？これ薬入れ偏頭痛持ちなんで、はい、お医者さんで処方されてるなんかこういうね、頭痛薬っていう、インフランっていう頭痛薬、はい、これもう先生ありがとうございます、本当にどの先生だか分かって見ていただいている方は分かった。これハンドクリームとか目薬とか、なんかそんなものを女の子チップに入れてあるわけです。今だと消毒液みたいなのとか、はい、これもらい物だ。これも消毒のシート。これはあの今だからこそ持つような、はい、花粉&コロナ&持病セット。これなんかこれもあのマスク入れです。抗菌用のマスク入れ。いや、何て書いてあるか見。なんとフォーシーズンズホテルからもらったですね。抗菌用のマスク入れですね。こんなマスクを高級感が出ますね、一気に、ま、こんな普通のマスク、フォーシーズンズって書いてあるだけで、うん、こんな高級感が出るっていうね。まあ、あとはあのエコバッグ、なんか別なお買い物をした時に、はい、コンビニとか行った時にこんな感じで、これはあのダブルスタンダードっていう洋服屋さんの、女子はもう分かると思う。男性でこれ分かる人はあんまりないかな。そこの洋服屋さんのただの買ったらついてくる袋ですね。こんな感じで今空っぽ、これで今のところゼロかな、空っぽかな、はい、はい、中身こんな感じになってますね。ファスナーがここにあって、はい、まあ本当は昔はこう多分携帯に入れるような大きさだったのかもしれないけど、今はスマホでかくなって入りませんけどね。まあこういう感じで、で、ほとんどの方はバーキン含めみんな使われてるのはこうやって折ってここに物を入れてるんですね。あ、で、この私の場合はこうやると実はボンって開いちゃうの、これ、はい、
ここで吊るしてあるから、だから物を入れた後に上からかぶせて乗っけるっていう方法で、はい、このカバンは使っているというような感じのカバンの中身でした。綺麗に整頓されてる感じがしました。そう、はい、本当、はい、まあただ今並べただけだから綺麗なということで、また今度じゃあ財布の中身でも行こうか今度は。あ、ぜひね、はい、ということで今回は、私のカバンの中身でした。